起点から、臨港道路方向を見る。右は、香川県立体育館起点から東市道方向を見る。高松市道朝日町伏線山線は、香川県高松市福岡町2丁目から、高松市田日下町へ至る市道である。路線番号は、A0395。起点となっている交差点で交差する道は、高松競輪場や香川県立体育館のすぐ、南側の市道福岡町2号線で、 その指導は、幹線道路などではなく小さな生活道路である。それはこれより、北側がかつて沿田であり、ここからが高松港の埋め立て地であることによるもので、起点以北は、道路としては、連続していても香川県高松港、管理事務所管轄の臨港道路となる。都市計画道路上の終点は、高松市物商山町の香川県道164号。 三国香川線との交差点であり、東志道の延長線上に現在計画中であることから、完成すれば東志道が路線名通り仏星山まで結ばれることになる。また、同名の都市計画道路としての朝日町仏星山線は、始動とは起点の位置が若干異なり、路線名通り朝日町の臨港道路、朝日町本線上を起点としている。東市道は全線が、 都市計画道路に指定されており、指定名は、指導名と同じく朝日町富津西山線。朝日町富津西山線は東市道の前線及び、臨港道路朝日町本線のうち朝日町1丁目、朝日町2丁目と朝日町4丁目の境界起点からなる。1946年6月5日、戦災復興院国事第三39号により指定。車線数、名称などを除く。 最終決定日は1979年1月9日。最終告示は2004年5月17日の香川県、告示第354号。東道路のうち、大田地区、今里町の今里南交差点から、多比地区多比下町の多比本村交差点までは、サンフラワー通りという愛称が付けられている。当該区間には、 道路標識が設置されており、商業施設の名称にもサンフラワー通り店が使用されるなど一般に広く定着している。ありがとうございます。